皆様ご機嫌いかがでしょうか。ロングデイのドスコイと申します。本日は趣向を変えて、いつもは演奏の風景ばかりをお送りしているんですけど、今日はロングデイのロングトークインタビューイントレーションダラダラまったりコーナーということで、去年のコンサートツアーを交えてですね、感想を4人で話し合っていきたいと思っております。皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず項目の1なんですけど、去年は5月の16日の池袋ジャズフェスティバル、皆様覚えてらっしゃると思うんですけれども、そこからロングデイのツアーが、長い長いたくさんあるツアーがスタートしたんですけど、まずその感想をちょっとざっくばらんに話したいんですけど、どうでしょう。リーダーも、とりあえずロングデイ2っていうのを立ち上げて、アカスバンドで4人で始めたんですけど、その前の経緯は、まず、ロングデイ1はエレクトリックバンドで、ね、エレギター2台で、バイブさんのボーカルに、あとベースとドラムがいたんですけど、ちょっといろいろな問題があって、2008年のかな、2009年かの2月に1回だけ、向こう学園でね、ライブやって、それで終わっちゃったんですけど、それからロングデイの火を消したくないということで、このバイブさんと、バイブさんはオリジナルメンバーなんですけど、モロビリビューティーさんを照明して、入ってもらって、で、アクアティックバンドで、身軽なバンドで、フットワークのいいバンドということで結成しました。それのテイクオフが5月16日のイギリスジャズです、ということですね。まずぶっちゃけそのエレクトリックというか、ドラムとベースがなくてフォークギター2本だって多分初めてだと思うんですけど、それ歌ってみてお二人どうでしょう。まずこのモロさんがね、モロさんとの対決がまずあるわけじゃないですか。で、あなた今まで一人でこうのびのびやってたんだけど、こういう歌の上手い方が来られて絡みが始まることで、その池袋がそれがスタートだったんだけど、どんな感じでした。どうだろうな、もともとはフォークをぐーっとこうやりたいなと思ってたんで、ハーモニーがまた好きで、でまた言葉が上手い女性のボーカルが入ってきたんで、いかにうまく歌えるかな、いい感じで伝えられるかなと思ったけど、じゃあ、5月の池袋についてはもうかなりこう2人はピキピキしてたっていう感じで、そう、協力体制はなかった、全くなかったいや、そんな、いや、そうですか、リーダー、なんかかなり仲いい、まあね、バンドとして初めて動き上げてね、人前に出るシーンだったんで、結構みんな緊張してて、僕自身とりあえず手を挙げてあそこにエントリー、ね、してですね、で、招待状をもらって行ったんだけど、本音でね言うと、最初にパッと言った時にこれちょっとやばいかもと思ったのが、そのやばいとは何が、ジャズフェスティバルなんでね、我々はフォークですからね、そうそう、フォークとカントリーですからね、なんちゅうかな、そのやってるその現場見るとみんなだってドゥン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 ってこういう4ビートのノリでもみんな圧倒されて、なんかすごいテンション下がってるわけよ、周り見ると、いやこいつやばいな、これどうしようかなと思って、で、その中でドゥン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 悲しくてなんていうの、ちょっとアンマッチなものをね、素材でもね、これって逆に言えばね、もう面白いよね、俺たちだぜみたいな、で、まあ、とりあえずなんかこうね、やってみて、感触つかんで、でもあれがステップボードになって、年間17回のライブからこうこなせたなっていう感じはあるね。なるほど、なるほど。今リーダーから年間、17回って話、実際は正確には16回なんですけど、2010年を通して一番印象に残った会場とか、ライブありますか、ボーカルの2人は。どうぞ。何たち、いや、こう楽しかった感じ、あそこは良かったな、なんか印象に残った、あそこはもう一回やりたい、いや、
と呼ぶのは宇都宮ですか。ああ、なるほど、なるほど。やっぱり餃子ベースかもしれないですけど。リーダー、宇都宮どうでしたか。ね、僕的にはね、宇都宮はね、ちょっと不完全燃焼だったんで。ああ、その辺は。あのね、あの、なんちゅうかな、最後まで一緒にいれなかったのもあるしさ。ああ、皆さん、ちょっとご説明しますと、あのステージは4人で一緒にやってるんですけど、あのその夜、あのみんなであの宇都宮で泊まることになって、リーダーはちょっとお仕事の都合で日帰りになっちゃったんですね。それのことを今リーダーやっております。どうぞ。ただ宇都宮はね、すごいあの場良かったよね。自分的にはちょっと不完全燃焼の部分もあったけど、ああいう遠征は楽しい。で、あの今年もあの1回ぐらいちょっと遠征やりたいなと思ってるのはある。なるほど、なるほど。マユさんどこですか。一番いい、こう 歌いやすかったっていう感じなのかな、ボーカルですからね。なんだろうね、なんかどっか1箇所ぐらいあると思うんだけど。印象的だったのはクジラのお腹。あ、クジラのお腹ね、クリスマスのね。クリスマスのあのクジラのお腹はあの横浜の大桟橋にありまして、そこのね、あのなんていうのかな、んだろう、エントランスホールでやらせていただいたんだよね。12月のあれは18だったかな、クリスマスの近くでクリスマスソングを急遽やったじゃないですか。あの空間はちょっとね、見物ですよね。あの面白い体育館みたいな、体育館が4つつながってるみたいな、広い床が広々としてて、で結構人がね来てくれて、なんか応援、一生懸命応援して歌ってる人たちを応援してくれてるっていう雰囲気があったんで、歌う方としてはなんかあれ見ててくれたお客さんって、あれ観光客の方なんですかね。なんか我々の歴史上一番見てたよね、見てる人の数で言うと。だってあの時知り合い関係でいうとスタッフも含めてね、3、4、我々以外に2人、3人ぐらいしかいないわけで、あとみんなね、全然知らない方は前に、なんちゅうかね、あれだけ拍手も満席、若干立ち見ありっていう。そうですよね、椅子もあのマネージャーが許していただけるだけ出して、なんか踊ってるおじさんあれはすごい。あれは、あ、確かにそうだね。歌うことしたら一番気持ちいい感じで、しかもほらアンコールアンコールって言われちゃったんで。ああ確かにね、あれは確かにそうだよね、つってあったよね。何やったんだっけあれ、アンコール。ハワイアンかな、ハワイアンとミキさん、なんかとにかく1部と2部あって、なんかかぶってないナンバーをあっちに持ってきたような気がするんだけど、2回やりましたね、こうね。あれはだけど、あの初めてシナリオなしのアンコールだって。いや確かにシナリオあの仕込みなしのアンコールっていうか、仕込みなしのアンコールやってないんですけど本当にナチュラルのアンコールが12月18日のクジラの横浜の、そういう感じでしたね。スタッフさん的にはあれが一番面白かったです、ね、あれが気持ちよかった、気持ちよかった、シンガーとして気持ちよかった。どうすこいできるよ、僕2010年としてあの足立区の五反野のアダルトオークションセンターじゃなくて、何でしたっけ、ジャパンオークションセンターなんでアダルトに8月から出させていただいて、8、9、10、11、125回出てるんですけど、私はそれの10月、長崎さんがお休みされた時の、これは個人的な話ですけど、個人名出さない、あのギターが一番良かったね。ただそれって、あの会場やお客さんのピックとあの楽器やってる人ってもう全然違う話なんで、それはまあちょっと置いといてみたいな話なんで、まあ自分的にはそこが一番楽しんできた日かなという去年のピークでした。じゃあ逆に、去年1年を鑑みていただいて、一番ちょっときつかった現場。きつかった現場か、どうですかリーダー。きつかったの、はい、あのね、やっぱきつかったのはね、やっぱりなんだっけ、千葉のほら幕張と小田原をさ2日に分けてやったの。
あれ連チャン、そうそう、土曜、あの土曜日に幕張に行って、はい、日曜日に小田原、あ、なるほど、連日、そう、連日連投でやって、でしかも遠征遠征、そうそうそう、我々できんですよ、遠征遠征で予算がないんで車で行ってますから、ただ小田原は良かったよね。なんかね、あの、まあ来年の、はい、いや今年の目標にしたいんだけど、去年は、はい、あのとりあえずも走り続けたじゃない、うん、もうとりあえず立つ、演奏する、サルみたいな感じの繰り返し、でサルってモンキー、いやいやサル、ああ立ちサルね、失礼しました。もうそういう繰り返しをやっただけなんだけど、なんか今年はね、あのなんかこうやってる時にこうもっとこう聞いてる人とのコミュニケーションとかさ、なんか触れ合いっていうのをこう作っていけたらなって思う。それを実感できたのが、まあ、小田原だった。うん、そうそう、うん、そうそう、リーダーのピークは小田原。うん、小田原は結構楽しかったよね。あ、確かにあれはね、半分で、半分でベロベロだったけど。小田原はね、それは、あれでしょ、あのコンサート会場じゃなくて、うん、あの小田原のやつはあの YouTube 見ていただくと分かると思うんですけど、本会場でやった我々ね、それ以外にストリートでね、ストリートの主催者、の皆さん、主催の皆さんがやらせていただいて、それで一番あの1年間で一番いい歌を歌ったっていう、というか、ね、こう飛び入れで入ってきてくれたっていう、そういう楽しさがあったんだろうね。 あったから入ってきてくれたんだろうけど、全然知らない人と一緒にやれたっていうのは、あれが初めてで、ね、なるほど。そうすると、そうだね、しんどさと楽しさは表裏一体っていう感じになるんですか。どうなんでしょう。あのね、僕ね、うん、一番緊張したのは、6月にやったの八王子の路上。あれはつらかったね。皆さん、YouTube 見ていただくと分かると思うんですけど、あの八王子の、ほにゃらら的なところで、青空演奏をやらせていただきまして、それが一番緊張した。うん、なんちゅうかね、あのなライブ会場とかさ、うん、そのフェスティバルっていうとさ、みんなほら楽しもうとして来てるじゃない。でそこでやるから、うん、みんなこう一体感を最初からあるわけだ。あ、まあね、予定調和的にね、そうそうそう、まあ、こういう言葉は正しい。でも路上だとさ、うん、もう本当にその行き交う人の中で発信して、どれだけそう、ね、気持ちをこう伝えられるかって、あれはね、怖いね、うんうん、確かに確かに。でもあれはなんかそのいい緊張感があって、確かにその去年一番緊張したステージはあれかもしれないですね、あの見てる人はほとんどいないで行って立つだけまだ池田さんが見てましたけどね、来てたんだ、ね、行ってあの池田さん立つだけでもさ、すごい緊張感あるじゃない。うんうんうん、あれは良かったですね。だからああいうのはやっぱ必要かなって思う。これはあるね、あるね。小室さん的に一番去年きつかったのはどうですか。どんなあれでもいいんだけど、池袋かなと思います。一番最初の何か、え、それは何故に、あのもう何が何だか分からないうちに終わっちゃって、歌もまだ慣れてないし。あ、そうですよね、まだそれで、あの、ね、シンガーの皆さん歌詞を、ね、入れるの大変なんです。露天でやるって初めてだよね。いや、あっち個人的に初めてではないんですけど、そのロングデーの歌を歌うのにまだ覚えてなかったりして、そうだね、まだ入りきれてない、歌詞が入りきれてないっていうのもあるし、ね、そういう怖さもあるしね。それで歌詞をこう歌詞カードを見て歌うのってやっぱりね、あのなんとなく、まあシンガーとしてはね、できたらやめたい。そう、楽器を弾いてるわけじゃないから、すいません、私は今減っちゃうから調子いいだけなのに。これ特に、いやいや、でもバイブさんは、はい、あの洋楽に強いですので、で私はちょっと横向き、横向き弱いもんですから、それでもハンモールとなると、最初の時はやっぱりそのカントリーロードもあの全部はハンモールになって、ハンモールなくて、あれと YouTube でさ、そう、あの頃のハンモールちゃんってさ、すごい初々しいよね。失礼します、すいません、今振ってみてしいです。そう、そっくりよ、そう言ったらそっくりそれはそうだよね。いや今も初々しいけど、あの時はもう、いや、僕から下辺ですから、もう何かしちゃいましたそうだね。え、そんなことない。あのリーダースーパー M ですから、よろしく。違う。それはもう本当にね、あの緊張感を思い出す感じですね。うん、
カードが風で落ちちゃったりなんかして。最悪だったね、あの関係ね。あ、風強かったね、あの時ね。強かった、強かった。ちょっとだけカンニングの歌詞カード持ってたんだけど、結局、ね、ああ、落としたってやつね。落として いやあのあ、ね、見ていただいたお客さんもあの PA の方もすごい良くて、あの環境良かったんですけど、まだ我々自体がね、4人で一斉の設定のは初めてだったっていう、あのテンション一発ですよね。確かにあの緊張感は。いやでも結構あとあるのは世田谷の世田谷区民会館、はいはいはい、あ、世田谷区民会館、もう1000人、あの親父バンドフェスティバル、そうそう、はい、1000人ぐらい入るところ、音が良かった、あ、どこ、あれもね初めてだったの、なんか音合わせをやりの、うん、もう PA の皆さんと本格、もう超本格的な、うん、ね、ね、あの YouTube で確認いただければと思うんですけど、結構面白い、音はもうすごかった。応援団の方が一番前の席にいらっしゃるね。ああ、いたね。あ、いらっしゃいましたね。あのね。いやでも最近、佐藤さんのおかげいらっしゃる。最近、はい、あのコンサート見たよっていう人につい3週間前に。え、それはどういう、その話広げましょうよ。その広げましょうよ。いや、すごかったんだけど。どんな、あの、ツイッターでちょっとやってたら、はい、あの時に世田谷区民会館だったボーカルの人ですよねっていう、あツイートしてくれた人もいたんですよ。あ、なるほどなるほどなるほど、うん、おー嬉しくて、はい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 、まあ、いやだからいろんな偶然がね、いろんな偶然が巡り巡って、そこなんだね、僕すごかった、うんうん、嬉しかった、ものすごい嬉しかった。ああ、そうなんだ。やっぱ音楽の摩訶不思議ってその辺ですからね、うん、でもツイッターやり始めてよかったですね。そういう意味だよね。よくわかんないですけど、よくわかんないですけど、わかんないけど、見てくれてた人がいたんだ。そうだよね。あの時なんかすごい親父バンドっていう、親父フェスタっていう名前だけあって、結構僕らと同じぐらい。僕らのバンド出るんだ。あの面白いのがさ、何々フェスタ、何々フェスタってこう出るじゃない。なんかちょっと違うよね。そのカテゴリーの。ちょっと外れてるみたいな、どこに出ても それはどういうな、ほら、ジャズフェスティバルでもさ、みんなグッドやってる、悲しいことやってるさ、同じバンドでジャーンってやってるんだよさ、うん、なんかね、そのどこのカテゴリーにもこうはまらないようなこうものを持ってるような感じ。いや、あの、いや確かにそれも一理あるんですけど、私が今個人的に感じてるのは、そのロングデーはフォークとカントリーやってるのに、まだそのフォークイベントとカントリーイベントに出たことがないんですよ。そうだよ。それを言いたいんじゃないな。いや、だから今年はもしハマれるんだったら、その去年はとかそういうジャンルの人も優しく受け入れてくれてたわけだから、だから我々もそういうスタンスで、だから今度はド本命のフォークジャンボリーとパン、まあ中津川は今やってないですけど、フォークジャンボリー的なものとか、そのカントリーイベント的なもので、出たらどんな反応がもらえるのかっていうのはちょっと今年の目標としてすごくはありますね。いやそれはすごい、うん、そう、ね、思ってたし、うん、だから俺たちが今やってきた中で一番近かったのは、だからさっき言ってた世田谷区民会館で集まった人たちと一緒に歌ってたのがそれにちょっと近いかなっていう、確かにね、確かにね、そういう人たちと一緒にやったっていう記憶は、うん、でもあれだけいいイベントだから、本当こう満場の観客席でやりたかったね。もったいないよね。確かにもったいない。本当あれだけは本当もったいないなと思うんですけど、わかりました。で、去年ですね、今データ取ったんですけど、まあ、我々は東京、神奈川に住んでて、東京、神奈川はもう楽勝でイベント出てて、その後、千葉、栃木と去年やったんですけど、今年はどの辺行ってみたいですか？さ、あのこの間飲みに行った時にリーダーはちょっと浜松のフォークジャンボリーですか？浜松フォークジャンボリー浜中、あ、浜中、あ、ごめんなさい、浜中フォークジャンボリーはちょっと今年が一番のちょっとあそこがビッグなイベントなんで、うん、で去年ちょっとね、残念ながらちょっと落選したんだけど、うん、今年も再チャレンジして、うん、ちょっと全国的にちょっとうちのバンドをねアピールしたいな。そうそう、今年はちょっと東って感じか、はい、あの静岡、名古屋、大阪行っちゃうみたいな。西いや、西ちょっと長野に立ち寄ってもいいかな。ああ、長野行ってね、うん、ちょっと蜂蜜飲めちゃうみたいな。いや、奈良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 
奈良に行ってあのちょっと湯葉食べちゃうみたいな、それ今日モロちゃんから凱旋コンサートをやって、うん、西の方に行ってもいいかな。でもあの小原ならやっぱりちょっとこう都心でね、うん、ライブハウスでこうやりたいなっていうのがあるし、でも本当の気持ちはその去年はちょっとあのなんていうかな、走り抜けた1年だったなと思うんで、もうちょっと腰を落ち着けてなんかこう来てくれる人でね、もうちょっとこう触れ合いができるようなこうライブのチャンスがないかなってこう思います。なるほどなるほど。逆にその個人的にその去年もうちょっといけたな的な部分はあります？個人的に、ええ、ギタリスト的にっていう感じですかね。ギタリスト的に、いやいや、あのリーダー的にでもいいですよ。あ、リーダー的に、リーダー的にはね、あのとりあえず去年のポリシーは場数をこなす、もう何でもいいからとりあえずもうマシンガン的に弾を打って、あのね、会場をゲットしてとりあえず立って経験を積んで積み重ねていって何かこうね勉強したいなって。でもロングデーを世間に紹介したいっていう、ちゅうかロングデーの経験値を増やしたいよね。ああ、うん、でロールプレイング経験、その中で積み上げてきたものを今年は何かこうもっとこうなんか広がりにつなげていきたいなっていう、もう駆け抜けただけみたいな感じがするんで、ああがむしゃらにね、うん、去年は確かにそうですよね。あんだけの会場をね、あのこなしたのに、なんかその地域の人たちと全然つながる、ほらまだ触れ合ってないじゃない。いやそれは我々が終わるとすぐ飲み行っちゃうから、ね、それもあるんだけど、ですけどね、だから俺がさっき言ったようにあの、はい、立った、やった、去ったみたいな感じのものが多かったなっていうのが反省で、まあそれはそれで僕の狙いだったらとりあえず数こなすっていうのが、で今年はもっと腰をつけてなんかこうその現場にいる人たちっていうのが、なんていうかというとそのライブっていうのはその時間と場所をさ、いろんな人たちと共有するじゃない、はい、時間軸と、ね、場所っていう軸が交差するところにある程度の人が集まってそこで何かを共有するっていう、すごいなんていうか奇跡に近いようなチャンスじゃない、それを大切にしたいなっていう。なるほど、そういう意味で言うとね、あの9.11ってのは、あ、セプテンバーコンサートね、あれは今言った話になるんだけど、ショーノさんが取材されてるセプテンバーコンサート、あれやるやばい、ね、なん、いやいや、そうだよ、今なんかみんなでショーノさんとツイッターやってますけど、みんなでなんか共有しようという、はい、そういうコンサートの中にこう参加できたっていう、あれはあるね、なんか社会的意義みたいなところに参加できたのか。まだだってね、お二人の時代というかまだ逆学生とバンファンの世相、全教徒最後の方ですか、そんな、そんな感じの世相の中でお二人は青春時代を駆け抜けていらしたわけですから、ああいうこう、逆にどうなんですか、あのちょっとあのちょっとカットポイント作りますけど、じゃあちょっと今年そのまあ今年2011年になって、また去年ほどは正直言ってできないかもしれないですけど、まあライブツアーが控えてるわけですから、もう早速府中が決まってますよね、5月の28日今年の5月28日にまた府中の西側壁には行けないかもしれませんけど、まだ会場決まってないんであれですけど、あの4人であのステージに立たせていただこうと思ってるんですけど、今年のシンガーとしての方法はどう？あの去年のシングに対しての懺悔でもいいですなんだろうね、やっぱ気持ちよくこう聞いてもらえるっていうことを、去年より去年よりというふうになんか歌を歌おうと思ってたんだけど、やっぱり自分が気持ちよく歌えないと伝わらないっていうのはよく言われる話で、逆にどうやると伝わると思います？でそれを自分がやっぱり気持ちよく歌わないといけないと思ってるんで、なるほど、それだけは絶対忘れないようにして、なるほど、歌いたいんですけど、こちらの歌姫がいるんで、なかなかそこがね、微動だにしないね、いやいやいや、どうですか、いやいやいや、そんな、モロさん恐縮です、いや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 じゃなくて、何ですか、い
や、あの、本来的に去年は完璧な歌唱だった、はい、いや、そんなことないです。今年はそんな感じで、ロングデーチャンネルでは。いや、もう、あの、ずっと、こう、いろんな歌を、こう、あの、やるんじゃなくて、こう、一つ一つの歌をこう大事に仕上げていく、そのギタリストの方が素晴らしいので、なんか、ちゃんと、ちゃんと歌わなきゃなっていうのはあるんですけど、だから、あの、同じ曲を何回も歌っていても、どれも全然飽きてはいないので、あの、もう同じ感じでやって、もうまた毎回毎回場所も違えば、例えば全く同じ、また今度池袋で同じ歌を歌っても去年とはやっぱり違うんじゃないかなっていうので、去年はすごくもう緊張しちゃったけど、今年もし池袋に、あ、まだ決まってないですね、池袋はね、うん、府中は決まってるんですよね。府中も結構面白かった、去年よりは、あの、楽しみかなっていうのはあります。でも確かにリーダー、その最近のモロさんの感じ見てもうなんか全然取り憑かれてるもんがなくて、伸び伸びやってる感じがすごい。これ私だけですか？いやいや、ほんと。でもやっぱり、だからより良くなって聞こえる。そうですかね。あの、池袋の時も、もうバンバンだったんだけど、さらにこう。いや、池袋はもう何歌ってるかわからないぐらい、いや、でも、もっと分かんない。あ、ほんとだね。あの、もしネットを見る機会があったら、あの、うちのホームページの、あの、フォトグラフっていうか、あの写真集があるじゃない、あれを見て、自分もほとんどね、モロちゃんの写真集になってる。すいません、今でもアナログで、ね、申し訳ありません。もうほんと楽しそうな顔してるし、これぐらいいい表情してるのがないっていうぐらいいい顔して歌ってるんだよね。で、これは本当に大変だわ、何をしてるんですか、本当にこれもすごいいいことなんで、第三者モロミルキー、そう、モロミルキーミキーですよ。第三者が見てもそう言ってるから間違いない。それはね、自分でも見てみるといいよ、本当にいい顔しちゃったから。ちょっと恥ずかしいですね。おふかしいですからね。でもエステ人だと思う。そう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 、まあ、やろうともついてこいみたいな。そう、大魔人的なね、悪役でそうなんだ。そう、ステージ降りるとこうなる。いやいやいや、そのマイクさんのサポートをちゃんとしてるからな。まあね、何にもサポートしてないけど、僕はサポートしていただいて、何でもハモれるっていうのがすごい。確かに、ハモれない、ハモれ、その気持ちいい、ハモれの大魔人だからさ、できりゃいいんだけど。なるほど。リーダー、来年は、あの、ね、来年というか今年だろ。はい、あ、今年、まあ、今年も、去年と同じライブ会場いくつか、あの、まあ、被るでしょうね、被ると思うんだけど、はい、あの、去年と違うことをやりたいっていうのは、あの、一つだけ、あの、去年はね、あの、僕ら自身が演奏するのが精一杯だったんだけど、あの、見てくれてる人、来てくれてる人もライブをやってるんだよと、自分たちも。おお、そうきましたか。うん、あの、あなたたちがいてライブが成立するんで、で、あなたたちの、僕らがやる、あなたたちのリアクションがある、で、僕らがそれに反応してまたやるという、その、なんていうかな、いい連鎖をね、いいスパイラル、そう、上向きのスパイラル、そう、作っていってライブを盛り上げていって最高のライブが作れたのが、で、それはやっぱり来ていただいた人たちの、僕らの音楽を通じてのコミュニケーションができるかどうか、ここまで踏み込みたいな。なるほど、うん、去年はやるのが精一杯。でも今度はあなたたちを僕らは受け止めたい、で、それを受け止めたのをまた返したい。うまくいけますかね、このロングデーで。いけますね。やりたい、僕は本当にそこでやりたい。これが、これが音楽だと思う。ごめんなさい、そういう意味で言うと、ボーカル一番やおとも、やおもとい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 、やっぱ立つ部分だよね、それってね。で、だから面白い。そこやね、もうぜひやりたい。なんで、なんでじゃないな、なんせロングデーで初めて人前に立って歌ってる自分がいるわけで、なかなかそことコミュニケーション取るっていう感覚ってのはなかなか
いやだって音楽ってそうだよ、難しいですよね。弾き手がいて弾き手がいて初めて成立するのが音楽なんで。あれ佐藤さん的にそのバン、あ、別にカラオケ以外でこうバンド的にやるのはロングデビュー初めてですか？全く初めて。そうでしょう、ね、そういうことですか。僕らの時代はだって本当自分たちでこう弾き語りをして自分でこう楽しんで仲間内で楽しんで、だから学生中は、学生時代はとか若い時は人前で歌ってたの？いや人前じゃないって言った。あ、仲間内だけ。そうそう、じゃあ2、3人の前に歌い合ってたら、そう、4、5人、2、3人であって4、5人だったら、まあ一緒か、うん、それで誰かが歌い出すとその歌に従ってみんながこう合わせてなんか手拍子したり歌ったり踊ったりとか。ああ、じゃあ今みたいにじゃあやるんでよろしくみたいなんじゃなくて、みんなそういう感じが、キャンプファイヤーをして周りでこうサークルを組んでみんなでこう踊るみたいな。あれですか、新宿西口フォーク集会世代ですか？あ、いやあ、そう、本当そうですか。いや、近くですもんね。近い、近い近い、あ、そう、近い。ああいうね、ピュア、ピュアだね。だからユースホストルでそのね、ミーティングって時間があって、食事が、食事が終わって、ね、さあ寝ようっていう時に、全然分かんない。ユースホストルって何ですか？あるんだよ。あ、民宿みたいな、で、やっぱり若者がそこに泊まって、で、格安で、あの、なんていうか、職人の時はみんなで一緒に食事して、で、なんかこう、集会があっていて、だから旅人たちがいろんなところにこう宿泊するんだけど、学生用として、そのユースホステルっていう会員制になってて、その会員になってると、あ、じゃあこうみんなこう、ダンベッドで雑魚寝たりするんだけど、2段ベッド、3段ベッド、個室じゃないよ、違うんです、ね、で、みんなちょっと共同体を、それで唯一楽しいのは、で、お食事の時間で歌ったり、食事の後にそのミーティングの時間があって、こういう、こういう感じの話をそのミーティングの時にやるんです。永遠であると、だからそれは今こうやって話はしてるけど、俺たちの時は話するんじゃなくて、こう歌を歌うことでこう、なんか心が通じるみたいな話。僕かもしれません、そういう気は。なるほど、なるほどね、そういうのあったね。あの、くしくもほら、皆さん僕10年ぐらい若いじゃないですか。だからもうそういうのはもう崩壊してる青春時代だったんで、もう、オタク最後とかが出てきてたぐらいだから、もう壁がすごかったですね。だからそういうこう、こういうなんか一体感みたいなのを味わえたのはすごい、ね、こうなんか歌を歌うと、うん、歌を歌うとなんか気持ちが伝わる、気持ちが伝わる、集まるし、歌だったね。あ、そうなんですか。ほんと、それは座礁ですね。そう、座礁ですけど座礁だよね。え、違うんですか。いや、集まると歌ではなかったですけどね。基本的に青春時代の感じはこの対局だと思うんですけど、同世代、やっぱり男の人がギター弾いて歌い出た頃で、うん、その時あのガールズはどうする？なんちも、うん、いや、あのテレビでもね、そのいろいろ赤い鳥、そう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 、赤い鳥がいて、うん、けど、あれも武田の子守歌やしてたりしますけど、うん、私の周りには楽器をやる女の子というかギターとかは、あ、ピアノはあったっけ？あ、なるほど。ピアノ、あの歌を歌ってる女の子いた？いないですね。モンさんだけ歌ってたの？いや、私も歌っ、今まで歌ってます。ロングレイで、うん、あ、じゃあ成功回数っていなかったっけ？こんな人が歌ってるっていなかった？あ、私も歌ってませんもん。だから、まずあんまりまあ譜面は読めないし、フォークシンガーの女性って言ったら森山良子しかいないのかな。いい、加藤登紀子とかもいたでしょ。いや、加藤登紀子はフォークシンガーっていう感じではなかった、ね、プロテスタントソングシンガーだよ。プロテス、いや、それは旦那か恋人か忘れたけど、世代の人はもうフォークはいなかったっけ。あれ、あ、いや、いるにはいる。じゃあ逆にフォークっていうのは大学入ってからって感じ。あ、俺はそう、やっぱり
高校の、うん、あ、ごめん、高校の時だね、大学じゃなくて高校の時だね。おみやき、やっぱり NSP でしょ。 NSP、 ニューサディスティックピンク、なるほど。やっぱ夕暮れ、あれ、モーさん NSP を撮ってらっしゃるんですか。いやまあ曲は多分知ってる曲は、ヒットした曲は分かりますけど、うんうん、あのよくあの僕お二人で一緒にカラオケ行くんですけど、あの二人のキーワードの中に猫っていう単語があるんですけど、その話でちょっとお二人で面白い、僕全然猫知らなかったんで、初めてこのバンド組んで初めてお二人から教えてもらった猫っていうジャンル、なんだろうな、俺的にはやっぱり地下鉄に乗ってってあの曲が、あの当時では珍しい、すごい新しい、新しいでもないな、珍しい曲でグイグイ来た、当時はいや、グイグイではなくて、すごいこうポップな感じの珍しい曲でした。フォークって4畳半フォークの時代だから、じゃあ当時は並列でいたのは高瀬さんであったり、ねっちょりしたねっちょりねっちょり暗い拓郎さんであったり感じの4畳半フォークってやつですよ。いやだから高瀬さんであったり拓郎さんであったり、まあ拓郎さんがそうか分かんないけど、その、まあ、そういう感じの、そう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 、間とかかぐや姫小人とかその辺をねっちょり歌ってたフォークが全盛期の頃だったんです。で、そういうのに対して猫はどういうポジションで皆さん の, あの耳の中に飛び込んできたんですか。リズムを聴いても分かると思うけど、うん、すごいポップだったんですよ。弾けてる感じが、はい、多分今聴いても飽きないと思いますよ。モーさんも同じ印象ですね。いろんなこうメジャーな構成さんとかね、いろいろで、で私たちもこう友達同士これいいよねとかっていう話をしてるときに、例えば NSP さんとかこうそのなんか拓郎さんとか高瀬さんとか井上陽水さんとかことはこうメジャーじゃないっていうか、自分はこういうグループもしてるんだよっていうね、なんかそういう思いがあったりして、じゃあ結構知る人ぞ知る的な猫でもあったんですね。うん、ほら当時歌謡曲全盛じゃん、うん、裏側はフォークの裏側は、そういう意味でこう、あ、ここまで聴いてんのみたいな、こう一体感があるみたいな、そういう感じで猫知ってる、猫知ってる、で知らないって言うと、あ、ちょっとまだまだじゃんみたいな知ってるって言うと仲間みたいな、雪とか各駅電車とか、そういう、あ、でもまた男性と違うかもしれない、俺は後付けだよね。その後付けっていうか、猫っていうのはだから、なんていうのかな、後から時代がずっと来てから猫知ってるって言った時に、知ってる人はお結構、あ、普通それぞれ、その時は猫は有名だった、音楽聴いてたんだねっていう感じはするよね。で、その当時は別に猫は、うん、目新しいっていう、バンドだなっていうレベルであって、メジャーでもなんでもなかった。じゃあちょっとこう音楽聴き込んでる人はまあみんな知ってるけどみたいな、そういう感じですかね。そうそうそう、実際は知ってるんだけど、じゃあやっぱ異質ななんかをね、猫の中にあったんですよ、音楽の中に。だから歌ってる人 の, あの名前言えるかって言うと言えない、言えない、誰が歌ってるか知らない。その猫、そうだな、ね、そうだね、あ、ほら、アリスで言うと谷村さんがいたりとか、堀井さんがいたり、そういうくとこまでは来なかったんだ、うん、もっとふわっとした感じ、うん、爽やかな感じ。ああ、なるほどね。あの頃、フォークが爽やかだっていうのは全くなかったから、あ、当時そういう印象ではない、もっとドロドロ。いや、俺的にはもうフォークってのはもう生活そのものの感じだったから、あ、俺の生活の中に爽やかさなかったから、意外です意外ですね、今は爽やか、爽やかさじゃないんだけど、なんだろう、今は爽やか、そういうじとっとしたのが歌だと思った、うん、それはびっくりしました。でも当時の若者 の, その、まあ、ある共通項の中にそういうのがあったってことですよね。佐藤さんがそう感じてたようにね、それを同じように感じた若者もいたってことですからね、うん、だってフォークを聞かない人にフォークを語らせると、
あんな暗いマイナーな歌ってよく言われたもん。あ、これはその当時ロックとフォークってのも両極端にその音楽を聴くやる両極端に分かれてた。なんかあの日本のフォークって、うん、あのほらあのワールドワイドのフォークってボブ・ディランみたいにさ、自分がね、ウディ・ガーシーみたいにさ、それから面白いみたいな。でそれとちょっと違うよね。なんちゅうかな、でも日本人のあの当時のそのある限定されたあの世代の中ですごい生活感があって本当に自分のなんちゅうかな身に染みて分かる音楽だなっていうのはあるんで、ただあのさっき言ったあの名前の猫っていうあれがなんちゅうかなちょっと時代を先取りしてたよね。音的にはそうなんだけど、あのいわゆる70年代あの後半にあったこうニューミュージックの架け橋的な、そうそう、俺が言いたかったのは線を変えてた。あの人たち の, その路線があって70年代80年代のニューミュージックに行って、でやっぱりそのニューミーとかさあの辺の連中が出てきて大村健二みたいな演奏の仕方の連中が出てきて、 あれに繋がったと思う。だから彼らあの70年代っていうか60年代の連中のフォークっていうのか考えれば結構アバンギャルド、な感じだ。アバンギャルド、的な感じはあった。だからあの当時に猫知ってるってさ、え、結構お前分かってんじゃんっていうのはその辺じゃないかなっていう気がするね。なるほど、なるほど、なるほど。猫ってこう好きな女の子にこう話しかけるっていうその自分だけの世界をこう見事にこうやってるよねって感じがするよね。あいつらちょっと出るの早かったのかもしれないよね。あ、結構先取りしてるよね。先取りというか、だからそういう風になったの。女の子にこう軽く話しかける軽い気持ちでこう語りかけるような歌ってのはなかった。フォークってどっちかというと、まあ井上陽水であり拓郎であり亀井優でもそうだけど、こうすごいねちっこいじゃないですか。歌的に生活感があるよね。こう感情的にもねちっこいじゃないですか。それこう猫の場合はこうあの音楽もすごいポップだけど、その歌詞内容もすごいこうさらっとこうね軽くこう。地下鉄は拓郎さんの作曲です。だけど違う。いや、自分どうなんだろう。あ、でも歌う人がいつも歌えたら軽い。だって雪もあれ、たぶんだから達郎さん目線で、あ、拓郎さん目線で言うとその猫ありの山田、あ、原田真二ありのみたいな、そういうの繋がって、だからこう、だからこうこうちょっと、拓郎さんがすごいこう最初すごいさ、こうドーンとしたのやってたんだけど、だんだんこう、ちょっとこう、あ、洗練されたままをやっていこうみたいな、そういう舵取りがちょっとあったのは俺僕は思ってるんだけど、違うか、舵取りが、うん、だから自分ではほらそういうブランドイメージがあるから拓郎の拓郎の、うんうん、だけど自分のチャンネルでちょっとこう原田真二君っぽいこととか猫っぽいこととかやりたいんだけど、自分のチャンネルでやっちゃうと売れなくなっちゃう、売れないっていうか、まあ売れないって言っちゃうんだけど、それは言えると思う、うん、自分のイメージと変わっちゃうことやっちゃうんで、うん、だからちょっとそれをちょっとそういうアーティストで試してたみたいな、そういうあの当時はだから井上陽水か吉田拓郎か、うんうんうん、っていうところにちょっとまたこう人種的にも分かれた。なるほど。吉田拓郎ってのはどっちかというとこう大敗的反社会的みたいなところでこうがなりながらこう青春をこうそこの難関にぶつけるっていう感じでやってるけど、井上陽水はどっちかっていうとさっき言ったネチネチとしたっていうあの何ていうかね、ロマンチストみたいなところで戦ってた歌をガーってやってたのと両極端だった。あの当時のやってる音楽ってさ、そのアーシーかセンチメンタリズムかっていうのがかなりこう舞台にあったじゃないですよ。ダンホーン的なあの本当にアーシーな音楽をやってるかセンチメンタルリズムにこうなってるか、で猫っていうのはどっちかというとエアロー的なこうあーそうかもしれないね、感じの音楽やったじゃん。なるほどね。だからちょっと浮いてるんだよね時代的に。だからどっちからどっちサイドから見てもなんか中立っていうか
独立してるから、いいと思う人はいいと思うし、うん、で時代の風潮としてああいう風に流れていくんだよね、これからだん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 ね。だってでね、80年代結局だからその今我々がその当時の皆さんにインプットのやったその印象を今蒸し返してるわけですよ。焼き直しという形でそのロングデーの表現方法でなんだけど、うん、それもあの着地点はどこにあるのかなっていう話もしたいけど、まあちょっとそれはあの今日もうあの時間がないんで次回のロングインタビューであの語っていただければと思うんで、いいのこんな話でそういう話っていくらでもしたいんだね、でしょ、めちゃくちゃしたいんだけどあの今度あの動画配信でもやってると思うんで、動画配信の時にはあの皆さんあのツイッターで募りますからいつもここに来てほしいよね。そうだね、そうだ、あのぜひあの見ていただいてる方はあちらにメッセージ経験学部でやりたいと思いますゲストにではあの今回 の, あのロングデーの、ロングトークはこれで終わりにしたいと思います。では皆さんさようなら、ありがとうございました、また見てください。Yeah.